こんにちは、星名さくら子です。今回は、またパーテーションを作ってみたいと思います。前回このちょっとアンティークな感じのパーテーション作ったんですけど、今回は、ちょっとサイバーみたいな、なんか鉄っぽい感じ、かっこよさげな感じのパーテーションを作りたいと思います。で、鉄っぽい感じなんですけど、材料はまた木材ですね。木材とか 100円ショップで買った、またこれと同じなんですけど、木材の、ガーデニング用の柵とかで作ります。で、本物の鉄だとちょっと加工とかが大変なので、木材をこういう感じで、またちょっと事前に塗ってきちゃったんですけど、木材に最初黒塗って、その後シルバーを塗って、でまたその後黒を塗って、ちょっとこうかっこいいシルバーの色にしました。でこれもこっちも同じ感じで塗ってあります。でまずはこれを、ビスなどを使ってまずは組み立てたいと思います。イメージとしてはこんな感じで組み立てます。じゃあ始めます。まずこっちのドリルで穴を開けます。でこちらビスで、ビスとドライバーでつなげます。はい、こんな感じで穴開けとくと結構簡単にできます。こんな感じで できました。どうですかね、なんかやっぱこう色がシルバーなんでいい感じに見えますよね。ちょっと鉄っぽい感じ、鉄っぽい感じ。続いてこちらに、ちょっとアクセントでこれもまた100円ショップとかで売ってるんですけど、こういう感じのすごい鉄っぽいリメイクシートが売ってるんですよね。すごいですよね、シールで。で今回はこれなんか一応2色こういう光るタイプと、なんていうの、光んないタイプのが売ってるんですけど、今回はこっちの光る方のシートを使って、でまたこれでもいいっちゃいいんですけど、なんとなくやっぱこっちと土台の方と合わせたいなっていうことで、またこれに黒いスプレーをこうちょっとムラのある感じで塗るとこういう感じになって、どう、こんな感じ、すごいいい感じじゃないですかね。でこれをまたシールなんで
貼るだけなんですけど貼りたいと思います。よいしょ。このガーデン用のやつとおうちさぴったりなんですよね。うまく剥がれなかった。よいしょ。はい。おお、すごい。全部シールです。すごい。で、こんな感じで、うん、ぴったり。こんな感じで貼りました。おお。どうです？アルミ鉄板に見えますよね。すごい。はい。なんで、はい、もう次はもう仕上げです。で、これできたんですけど、まあ、またこれ一個でもね、壁に立てかけたりして可愛いと思うんですけど、また前回と同じくもう一個ありまして、で、今回はこの蝶つがいでつなげてまた自立するようにしたいと思います。とでは、蝶つがいをつけていきます。もうこんな感じでこう2つ置いて、でこの、内側につけていきます。はい、打てました。はい、できました。どうですかね。まあなんかいい感じですよね。なんか鉄に見えません？割と見えますよね。で、例えば最近100均とかでもいろいろなんか英語の文字が入れられるシールとかなんかおしゃれなのとか結構売ってるんで、そういうのでこのもうちょっとカスタマイズするとなんかアメリカンガレージみたいな感じにもなるし、例えばあとこの今回これシルバーですけど、またアンティークゴールドっぽい感じで塗ってみて、例えばなんかパイプとかもその色でくっつけたりするとスチームパンク風にもなると思います。で、なんかやっぱアンティーク風な色合いいいですよね。なんかさっきマネージャーさんにこの風合いでなんだっけな、なんかエフェクターボードいいかもとかなんか言われたので、また作るかもしれないです。はい、そんなわけで今回はかっこいい系のパーティションを作ってみました。じゃあねー。